こんにちは。今日から俺はの感想を言います結論から言いますと面白かったですただ面白いと言っても他の映画の評価を YouTube で見たんですけどもつまらないという方もいらっしゃいますが僕は面白かったですねえー、ギャグ路線の映画ですけども結構これ子供たちが見てるのに ちょっとひ,ひどいシーンもあるけど大丈夫なのかなっていうぐらいの迫力のあるところもあったんですけども、まあ、トータル的に見ても面白かったですねなのでテレビドラマとかで、えー、見てて面白かった人とか見てないけど映画だけでも見たいっていう人はギャグが好きな人はおすすめできるものだと思っています。あと柳さん 俳優の柳楽さんが個人的に好きで役もなんかいいキャラしてるなと思ったんで素敵だと思いましたえ余談ですけども、えー、僕夜8時ぐらいの回から見たんですけども小学生ぐらいの子たちがいたんですけどもやっぱりあの笑いのツボが全然違っててやっぱ ゴリラとかいうシーンが人に対してゴリラっていうシーンがあったんですけども子供たちはそこでゲラゲラめちゃくちゃ笑ってたんでなんか幸せな気分になりました以上ですではでは